装置成功などの影響で発表しましたが、今回は7ポイント近くダウンして 55.3% となりました。調査はご覧の方法で、おととい、昨日の2日間も行われました。安倍内閣の支持率は9ポイント余り増えた前回から一転して 6.9 ポイント下落し、支持しないは9ポイント近くアップしました。また実質審議入りした日本版 NSC 設置法案では6割以上の人が、秘密保護法案は5割近くの人が内容を知らないとしました。安倍総理肝煎りの法案の理解が進んでいない現状が明らかになっています。また福島原発の汚染水問題については、安倍政権の対応を半数以上の人が評価していないほか、8割弱の人がコントロールされていないと答えています。